傾向らしいね。どういう仕組みなんですか？人間の体型と比べて余計な部分にだけ光学迷彩を施す装置さ。まだ試作段階で長時間は使えないけどね。グググググ、これを使えば潜入し放題。あやは顔が売れてるから無駄だと思うよ。なぜわかった？すぐ顔に出る癖直しなよ。ぐぬぬ、この腕輪は私のものだー。雑見なこらー。天狗だからって調子に乗んなよー。天狗だけに。やかましい。チックショー。あのアホガラスめ、いつも逃げ足だけは早いんだよ。晴れ？ちょ、嘘。ねえ、じゃねえかー。首ですか、長官殿。首ではない、解放だ。幻想郷労働局に報告します。神は法の拉致外だたわけ。我らの何が不満なのですか？そういうとこだぞ。いいからさっさと代わりを連れてこい。首宣告されたのって何回目だっけ？ 100 回から先は覚えてないわね。お師匠様も飽きないよね。付き合ってあげる私たちもね。わかってるな。コンビっぽい人間の幼子だぞ。子供自体見かけないわね。この時間は寺子屋か家の手伝いでしょ。だいたいコンビっぽいの基準がさっぱり。いたー。僕たちと契約して、バックダンサーになってよ。ごめんね、せっかく来てもらったのに、お師匠様留守だと思わなくて、多分そんなに遠くに行ってないと思うから、探してくるまでここで待っててね。カバンの中も机の中も探したけれど見つからなかったわ。つづらの中もトイレの中も探したけれど見つからなかったよ。引きこもりなのにどこ行っちゃったのかしら。夕日が沈むよ、藤子。いつも誰かが夕日と一緒に沈んでいく。あ、今日は俺さ。ルパン。ちょっと休憩にしましょう。家が大きすぎるのも問題だね。いないじゃなーい。きっと待たせすぎて飽きちゃったんだわ。あの子たちだけじゃ迷子になるよ。探しましょう。これもう合流できないパターンだよ。パターンとか言わない。水銀弾か。今度作って、いや作らせてみるか。おい、今日の昼下は、ないと来たもんだ。やっぱ首だなあいつら。ま、今に始まったことじゃないし少しだけ待ってやるか。3分くらい。あーん。誰？やめ。いやよかったよかった。ここはいろんなところに繋がってるから帰れなくなっちゃうわよ。
舞ちゃん特製チャーハンをご馳走するよ。誰？ここはどこなんだどう？お家に帰りたいんだどう？お姉様。今日はお客さんが多いわねー。ご飯食べたら出してあげよう。さーて今日の舞ちゃんクッキング、次元のテーマに乗せてチャーハン作るよ。まずは材料を刻むよ。刻みまくるよ。蜂の巣になりやがれ。おー美味しかったんだどう。ごちそうさまでした。お粗末さまでした。羽があるじゃない。まずいわよ。人間の子じゃないわ。お師匠様にバレたらまずいよ。帰ってもらおうね。バイバーイ。これで一件落着ね。帰ってお茶にしよう。なんか忘れてない？気のせいだよ。この腕輪ってまさか。ま、二つ戻っただけよしとするかね。それはそれとして全部の花を折ってやろうかね。焼き鳥かな？食べないでね。